生放送です。よし。この番組は JR 武蔵小杉駅から歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階、川崎 FM サテライトスタジオより生放送でお送りいたします。ということでね、はい、4月から放送始まったこのね、オグリーの優しい時間ですが、はい、今回なんと最終回です。はい、ね、今回のねゲスト、初回の放送ね、結局4月から始まった放送ですが、オグリンさんがねこの番組に出られたのは4月の初回放送のみでね、第1回放送のみで、その後ね具合急に悪くなってしまいまして、はい、6月だったかな、6月の13日、ね、旅立たれてしまいました。はい、なんでね、オグリンさんの番組ではありますが、オグリンさん出たのはね、はい、1回だけで、あとはねその後ついでゆめしとね僕で続けてきたんですが、はい、今回でね最終回となります。で、最終回のゲストなんですが、やっぱり最終回にふさわしいというかね、はい、その初回の放送でオグリンさんとねゆめしと僕と一緒にね番組をお届けした、はい、西山舞さんをね今日お届けして最終回お送りしたいと思います。はい、ということで本日のゲストは西山舞さんです。舞さん皆さんこんにちは。今日本当に貴重な最終回の放送に呼んでいただきありがとうございます。西山舞です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、本当はねもっとねたくさん番組が続いて、はい、たくさんの方をね、はい、お呼びしてヘルプマークをね皆さんに知っていただこうっていう番組だったんですが、まあ、今回でね最終回、まあ、でもねこの初回メンバーですよ、ここに。あとオグリンさん、オグリンさんは今はいないけどねきっと見てくれてると思うんで、ね、見守ってくれてると私は思います。そうだから、まあ4人でねやってるつもりでお届けをねしたいと思います。前回はねソラさんが来てくださって、はい、ね、そうなんです。ソラちゃんもヘルプマークのね一緒に啓蒙活動とかヘルプマークの歌を配信、うんうんうん、配信アプリやってるんですけども、無料配信アプリビゴライブの方で、一緒にヘルプマークの歌を歌ってくれてましたね。そう、その配信アプリのね方で僕も、はい、まあ、そのアプリの中ではね島田メンマさんっていうね、そうメンマちゃん、そちらからしたらね、そう僕らはメンマさんなんですけどメンマちゃんなの、ね、皆さんはねやっぱオグリンさんの方が、はい、通りがいいと思うので、うん、オグリンさんでね、お呼びさせていただきますけども、はい、配信アプリの方で知り合ってね、そこからのお付き合いなんですけども、本当になんか一気に仲良くなって、はい、ね、一気に仲良くなっていろんなことをさせていただいてね、ゆめしは特にねいろんなことしましたよね。そうですね、渡嘉敷さんのボクシングジムにも連れてってもらったりとか、ね、本当にだから一緒に映画のね、なんかドラマ、ショートムービーの撮影したりとか、ね、本当にいっぱい短期間だったけど、なんか前からの知り合いみたいにすごい本当にもうなんかいろんなことが詰まりすぎて、ね、はい、しかもそんなにアクティブにね活動されてた、うん、メンマさんね、オグリンさん、僕らからしたら本当になんかガンと戦ってるようになんかね、はい、全然見えない、本当にむしろね普通の人よりも元気にね、うんうんうん、いつも行動していてすごくね本当に勇気をねもらってました。はい、舞さんはオグリンさんといっぱいやっぱ思い出あると思うんですけども、はい、どうですかね。オグリンさんと結構共通点がたくさんあって、うん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 、好きな動物とかも、うんうん、ペンギン好きだったんです、うん、そうなのペンギンなんだ、ペンギンなの、なんかもっとね犬とか猫とか、ね、ペンギン好きとは思わなかったね。実は僕ペンギン好きでっておっしゃって
って言って、私も好きですって言って、ね、じゃあ一緒に海遊館行こうって言って、そしてクラゲも好きだったんで、はいはいはい、あの池袋のサンシャインの水族館でデートしたり、あとはスナフキンとミーが私たち好きで、オグリーさんその時入院中だったんですけど、ちょっと抜け出してバレーパークがいいの、そこにデートしに行った。 あとね、やっぱちょっと余命宣告されてから結構オーガニックとか、体にいいもの、食べ物にはだいぶ気を使ってたんですよ、ね、ので、まあ、第1回放送でね、はい、ちょっとね、美味しいオーガニックのお店、うん、カフェ行ったりとか、うん、お蕎麦とか、うんうん、食べたりばっかり食べてばっかりいましたけどいやでもね、あの食べる元気があるっていうのはね、あ、そうです、一番、ね、はい、そうですね、いいことだよね、本当に、うん、あのオグリさんもやっぱブログとか私見てましたけど、うん、やっぱ食べれないのが一番辛いって本当そうだよね、書いてますね、年中は制限されちゃうので、もう一生食べれないんだとか、そのいっぱい書いてあったんですよ、なんかあの癌になっちゃって、なんかあのもうお肉とかもう大好きなものたち食べれなくなるんだってすごい悲しんでたけど、聞いてたらなんかいっぱい食べてた制限はされてるんだろうけどもね、まあまあね、その制限の中でね、さすがだなって思いました、食欲すごかった。いや、僕らがね、この特に、まあ、もちろんみんなそれぞれ抱えてるものはいろいろあると思うんですよ、うん、内に外にね、はい、身体的なこと、肉体的なこと、はい、いろんなこと抱えて生きてると思うんだけども、うん、本当にね、そういう方たちね、戦ってる人たちのなんていうか力になるというかね、はい、指標になってずっとね、はい、くれてた人なんで、先頭走ってね、はい、うん、この間のね、そらちゃんゲストで来てくれたそらちゃんのお母さんもたんでね、うん、あの戦ってたんですけど、そのオグリンさんの情報とかを、その発信を見ていろいろやっぱ元気もらってたみたいですしね、なんかね、僕ね、ほら一応ヒーローとして活動してるけども、うんうん、オグリンさんヒーローだなーと思ってうん、本当に認めざるを得ないでって感じか。やっぱりああやって頑張ってる人たちの先頭を走ってね、うん、背中をちゃんと見せてね、あと、うん、ついてきてもらうっていうのはすごいなってね、うん、思いますね、うん、なかなかっていうか、なかなかって言い方はかなり薄いんですけど、うん、できることじゃないですね、うん、自分が逆の立場になって、うん、がんですって言われて余命宣告を3回もされたら、うん、多分もう心も折れてるだろうし、ね、多分心折れてたら、うん、もうとっくのとおりこういない気がするんです、うん、すごい精神力だなって本当に思ってました、ね、うん、そんなね、あのメンマさんからね託された最後のね、こう仕事というかね、はい、ミッションが僕らには残ってますね。そうですね、まだの、うん、まだまだ残ってますよ。何個かね。そう、その中の一つがね、はい、やっぱりそのエマさんが作った曲、はい、これをねみんなで歌って世の中に出そうっていう、ね、うん、ことが、それがエマさん、エマさんじゃない、ごめんなさい、オグリンのかなりの希望なんです、ね、もう私最後に本当に亡くなる10日前ぐらいに、本当に早く聞きたいって言われ、本当になんか弱々しい声の中で一番言われたのがそれで、自分が作った曲をもうできてるんだけど、それを仲間で歌ったやつを聞きたいって言われたんです。でも弾けずに終わってしまって、ね、それはでももう約束、ね、したんで、だから絶対にね、もう僕らはずっと見守ってくれてると思って、うん、この後も、ね、必ずね、はい、あの完成させるように、ね、完成させて出すように出したいです、出しますんで ね、はい、ね、それ今その完成版じゃないけど聞けるんだよね、ちょっとね YouTube だけ、はい、YouTube であの仲間の印、ね、仲間は漢字で、のはひらがなで、印はカタカナです、うん、ってやると出てきますので、よかったらぜひぜひ、ね、うちらも、ね、あのね、西郷さんもとか、たまえちゃんも出てるかな、ね、みんなでみんなでみんな出てるから、よかったら見てみてください、はい、じゃあここでね、ちょっとこう元気の出る曲を一曲お届けしたいと思います。はい、それでは聴いてください、ゆめしの自己紹介曲、どすこい。はい、
ということでツイッターをご覧の皆さんありがとうございます。いっぱいタップもありがとうございます、ね、ありがとうございます。このね番組そもそもね夢氏のね夢氏のこの川崎 FM さんで第5週にやってる番組があるんだけれども、そこにねオグリンさんがゲストで出てきてくれてね、コメントありがとうございます。でその後ね僕の番組にも出ていただいて、でそこでねお話聞いたそのドリームキングダムのね王子さんと、うん、その川崎 FM さんが、協力してね、じゃあ小栗さんのそういう思いを伝える番組を作りましょうっていうことでね、うん、始まったのがこの番組なんですよね。そう、うん、で始まったね番組だったんだけど、結局はね4月の1回きりで小栗さんが出たのは、うん、本当は3月が余命宣告されてたんですよ、ね、なのに過去を過去っていうか未来を決められてたんですよ。そう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 っていう、逆にすごくないみたいな、ね、そうそうそう、ちゃんとそれで出たっていう実績を作ったんです、ね、うん、すごいよね。だってびっくりしたもん私斉藤さんの番組終わった後に王子さん出てきてさ、ね、そう突然なんか発表があります発表がありますみたいな来たーと思ってちょっとついと思って、ね、そう今しお前はアシスタントだって言われたけど、うん、ほとんど斉藤さんにちょっとね私 体調が今あんまりちょっと喉の方がやられてまして、ね、あれなんで斉藤さんにまさけ任せっきりでごめんなさいなんだけど、ね、そう僕らもね覚悟はしてたよね、ある程度ね、何かあった時はって、はい、だから最初からね来なかったらごめんなさいねどうしようって言ってたけど、うん、うちらは斉藤さんはすごい優しいし、なんか全然大丈夫ですよ僕らいますからねってね、すごい声かけたもんね、私覚えてる。でまさかねもう本当に1回だけになっちゃうとは思わなかったけど、うん、でも1回でもらってよかった、ね、本当に本当そのえか再生回数を見ればすごい本当に本当にすごい再生回数見てみんな本当 本当にいかにオグリンさんが愛されていたか、ね、愛されてて影響があって、ね、もう全てが分かる、うん、動画です、ね、だからそんな番組をねその引き継いでねここまでやってこれたのはすごく嬉しいよね、うん、嬉しいし本当にとても光栄、うん、本当にありがとうございますって感じ、はい、ありがとうございます。まあ、オグリンさんほどはね発信力ないけれども、うん、少しでもねオグリンさんの思いを届けられたと思って、はい、残りの時間ね番組にしていきたいと思いますんでね、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。じゃあ曲分けはゆめしがお届けした曲は、分かりました。お届けした曲はドスコイでした。はい、ということでね、ちょっとね、元気出たかな、これね、すごい、ね、せい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 これ、ゆめしもさ、はい、ヘルプマークのね、啓蒙をしてると思うんだけど、あ、そうなんです、ね、ゆめしはもう、活動を始めた理由が大体そうで、うんうん、ヘルプマークじゃなかったんだけど、自分も、そういう、なんかいろいろ、おくりんさんは体の、ね、障害というか体が悪かったけど、私は精神 の障害があったので、うん、自分に何かできないかなと思って活動を始めたんですけど、その時に知ったのがヘルプマークで、うん、ヘルプマークのこととかそういうのをボランティアでも何でもいいんですけど、うん、やりたいなって思って、うん、一番身近というか自分がもゲットしてヘルプマーク今持ってるんですけど、うん、をゲットしてこれがすごいお守りみたいな感じになってきて、それを広めようと思ってそういうイベントに出たり しながらアイドルやってきました。今も歌ったりヘルプマークの歌をさ歌わせていただいたりとか、ちょっとですけれどもオグリンさんと一緒にやらせていただいておりました。僕もねその活動のきっかけはやっぱりね、その僕自体はそんなにねオグリンさんのように身体的なものがね、うん、あるわけでもないけれど、うん、やっぱりね僕もねちっちゃい頃いろいろこうハンデを背負ってね、うん、生きてきたんで、やっぱりね、うん、その、うん、同じようにねハンデ背負って生きてる人たちの力にねなれるように
慣れたらいいなと思ってね、その歌の活動をね、始めました。なんでね、本当に、ね、思いは同じというかね、で改めてじゃあこのヘルプマークね、あの番組も最後になるんで、こう番組ね毎回お知らせしてますけども、ヘルプマークね、改めてどこに行けばもらえるのか、そして、どんなものなのかっていうのをね、改めてじゃあご説明してください。今映像ではきっとね見えてない人も、人とかいうかラジオでは見えないんですけど、あのヘルプマークとはまず簡単に言っちゃうと、見た目で見えない障害とか病気、困ってたりする人たちが持っている、立るマークになります。例えばあの義足とかって、あの長いズボンとか履いてたら見えないじゃないですか。義眼とかでもいいんですけど、たっと見普通の人、まあ、普通の人というか全然健全に見えても、実は本当は困ってるんですよっていう人があの持っているものになります。東京都で発祥したものなので、東京都の駅、地下鉄などの駅のあの駅のなんて言うんですか、あれはポスターでなったりするよね、あの、はい、駅に行けばちょっと問い合わせしてもらってあのもらうこともできますし、あの全然東京じゃないよっていう人も各自治体の方にあの問い合わせをしていただければ、あの匿名で全然もらえちゃうので、よかったらヘルプマークで調べてみてください。あ、それを駅でももらえるんだ。言えば東京駅、東京だったらもらえるんですけど、私その時東京じゃなかったから実際にもらったことがないのですが、一応書いてはありました、調べたら。なんかね、最近電車に乗るとね、ヘルプマークのねポスターとかね見かけるようになって、あの僕もね、ゆめしやおぐりんさんと出会って、ヘルプマークのことを知ってからなんだけど、本当にね、いろんなところにね、意外と出てるんですよ。そうでも知らないとそれにすら気づくことができないので、少しでも認知が、ね、まだ低いんですよね。多くの方にね知っていただけるようにね、慣れたらいいなって本当にね思います。この番組も少しでもね、その手助けになれたら嬉しいよね、はい、と思って、マグリもそう始めた番組ではあります。じゃあもう番組もね、もう本当、ね、最後になっちゃうんで、ね、すごい寂しい。なんかおぐりんさんにね一言ずつ見てると思うんでね、今もね、絶対ね聞いてくれてると思うんですよ、ね、なんで、ね、じゃあ僕からじゃあ行こうかな、はい、ね、本当にね、さっきも話したけどね、僕もみんなのね力になりたいと思ってこういう活動してるけど、おぐりんさんはね本当にね、先頭に立ってみんなにね勇気をね、勇気だけじゃない、戦ってる人たちの希望でもあったと思う、同じね、同じ病気を持って頑張ってる人たちに余命宣告をこういうことできるんだっていう希望をね、くれた人なんてね、僕もそんなね、みんなにちょっとでも勇気をあげられるような人にねなりたいなと思ってるんでね、少しでもおぐりんさんのね、やってきたようなことを僕もね、ちょっとでもいいから力になっていけたらね、いいなと思います。本当にね、おぐりんさんありがとう、出会ってくれてありがとうございます。本当にそう思います。なんかこんだけ人がいる中でね、出会うのってあの奇跡のようなもんだから、ね、でもこれも必然だったと思います、会うべきして会ったと思うんでね、あのこの出会いにね感謝しています。おぐりんさんありがとう、ありがとう。さあ次の飯いく、おぐりんもうね、オクリームがなくなってからまだちょっとだけど、結構時間が経ってきて、もうやっぱり夢に出てきちゃうぐらい本当寂しいです。でもあのオクリームからもらったもの、例えばそうだな、私ができないこともオクリームから教えてもらったし、何よりも出会いを本当にたくさんもらいました。この番組でもゲストできてくれた人もう今本当は多分オグリンがいなかったら1回ぐらいしか会ってなかったかもしれないし、会わなかったかもしれない人なんですよ、ね、なのでそういう人たちと出会えたこととか本当に感謝してます。まだこれからも見守っててくださいね、ありがとうね。ちまえさん、はい、ね、そうですね、オグリンが教えてくださったこととか
オグリンがつなげてくださったこのいい出会いを大切にしていきたいと思います。うん、微力ながらボランティアとかオグリンがやりたかったこと私もお手伝いしていけたらと思います。本当にありがとう。頑張るのでこれからも見守っていってください。すいません、うん、大丈夫。あの本当にね、オグリンはまいちゃんってすごいねいつも言ってたの今知ってる、ね、そうそうそう、うん、たくさんね写真もいっぱいね、うん、撮ってね、うん、あの SNS でもね写っててね、うん、だから今回ね最後最終回に来てくれて本当に嬉しかったです、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは ねあれですね、うん、このオグリンというヒーローにもふさわしい、そうそうそう、ね、あのさっきも言ったけどね、僕も一応ヒーローを目指して誰かのヒーローになりたくて、あの世界の平和はね救えないけれども人一人の力ではね、だけど周りにいる身近な人の笑顔くらいはね守りたいなと思って作った曲です。ちょっとね僕の曲一曲聴いてください。ヒーロー。はい、ということでねもう本当に番組もねあとちょっとです。早いよ、ね、早いね。大丈夫だと思うんですけど、私大丈夫です。使ってください。使ってください。使ってください。大丈夫です。汚しちゃう。全然大丈夫。今すぐやらないとやばいから逆に。あの大丈夫です。ティッシュがあるかな。ティッシュがあればよかったんだけどごめんなさい逆に。カバン変えちゃって、え、全部入れてたカバンと違うカバンが変わっちゃって、あの全然関係ないけどガーゼだったらガーゼの方がいいですよね。そうだったほら、そうだったほら、あのだから、罪悪感ないから。本当にありがとうございます。ごめんなさい。本当にすいません。ナトさんボックス。ガーゼすごい。ナトさんボックスそれ。違う、これは自分が怪我しちゃった。大丈夫ですか？大丈夫。ねえ、もう本当でもね、なんかあのオグリンさんのこと思い出すとね泣いちゃうよね。いやもう本当思い出す、やばかった私も、そう。イメシもこの間夢見たって言ってたもんね。夢見た、あの来れないって、私来れないかったんって実は西藤さんに言ったんですよ、ね、今日ね、ゆめし来れないって言ってたんだよね、うん、いろいろちょっと体調悪くてね、うん、そう、でも夕べねやっぱりちょっと大丈夫だと思うからっつってね、大丈夫だと思うからじゃなくて大丈夫だったの、大丈夫だ、そうね大丈夫だったの、はい、本当は、ね、そうだね、なんか書いてくれてる、素敵な、書いてくれたんだ、ありがとうございます、ね、コメントをたくさん、ね、くださってありがとうございます。まだね、もう少し番組続きますけども、うん、まあ、オグリンさんのねこのオグリンの優しい時間っていうのは今日でね、終わっちゃうけどもさ、オグリンさんの今みたいにね、オグリンさんのことを思い出して優しい気持ちになれた時がオグリンの優しい時間なんでね、番組は終わるけどみんなの心の中にはね、オグリの優しい時間っていうのはずっと続いていくと思うんで、うん、ね、うん、ほんとそうだね。なに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 、そこが新番組が、そう、ずっとやめて、ね、またあれでしょ、ここでさ、ここで報告がありますとか言ってる、やだ、やだ、怖い。そう、本当ね、あの番組ね始まるきっかけがねこんな感じでね、あの収録ね終わった後にね、ドリームキングダムのおじさんが来て突然の発表でね決まったんでね、うーん、どうぞ。
まあでもね、少しでもね、なんていうか本当に小栗さんが伝えたかったこと、届けたかったことがね、この番組でね、ちょっとでもね伝えられたら、届けられたらね、うん、よかったかなと思います、うん、ごめん、いちいち遅くなっちゃったね、これまたね YouTube の方でも動画がねアップされますんでね、そちらもぜひぜひね皆さん見ていただけたらと思います。あ、まあでもちょうどいい感じだね。サイナスの楽とかヘルプマークの歌で、そうか、エンドトーク、じゃあちょっとフェードアウトさせるか。うん、いい曲ですね。めっちゃ良かった。じゃあこの辺でフェードアウトで、お届けした曲はサイドンでヒロでした。パチ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 、ね、小栗さんにもね届いていると思ってますはい、ということでね、番組本当にねこれで終わりになっちゃいます。本当に皆さんありがとうございました。せっかくなんでね、なんかちょっと告知があれば、みんなね、どうですか？まいちゃん、まいちゃんありますか？なんか10月8日から放送される、はい、カーブスっていうあのスポーツ、うん、あ、はい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 、はい、あるね、なんかね、そこ CM のどこかにいますあ、そうなの、ね、それはツイッターとかでらしいです、はい、ですかね、なんかマネージャーからメールがあって、うん、放送されるから、ね、あのカーブスやってる方も結構いるんでねなんか探していただけたら嬉しいです。あとは探して、じゃあ探しましょう新山真由を探せゆめしはどうかな。ゆめしはあのサイドンさんと一緒になっちゃうところもある、うん、ね、だけれども、 それまとめていっちゃいます、うんうんうん、10月17日、お昼の時間帯ですね、はい、下北沢ろくでもない夜でゆめしの主催、ブラックソサイティの主催ですね、ゆめしプレゼンツハロウィンイベントがございます。皆様よかったら遊びに来てくださると嬉しいですが、コロナなので配信チケットも売ってます。そう、配信チケットね、1500円でなんと2週間も見れちゃいます。よかったらお願いします。はい、ということでね、あの今ゆめしから話もありましたがね、そのイベントに僕も出ます。あの配信チケットねございますんで、ぜひぜひね皆さんそちらでね、見ていただけたらと思います。ということでね、今回をもちまして小栗の優しい時間、はい、最終回終了となりますが、番組はね終わりますけども、みんながねオグリンさんのことを思い出して、はい、優しい気持ちになった時、オグリンの優しい時間はねみんなの心の中でずっと続いていくと思いますんでね、はい、これからも皆さんぜひぜひよろしくお願いいたします。それではね、あの最後ね、いつもこうオグリンさんガッツポーズでね、そうガッツポーズを撮ってたんでね、僕らもねラジオだけどガッツポーズで撮りながら終わりたいと思います。撮りながら、ね、またねと、うん、そうということで、ね、いきたいと思います、はい、ではでは、せーの、オグリー、またね、ありがとう、ありがとう、ありがとう